Qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Asani nareba kitto genki ni naru kara dekakete yukou ano kumo e tsuzuku michi kaze ni hikari ga yurete iru konna hi wa kitto doko ka ni ii koto ga matteru でも一番前ってやる気出るよ。でどうしてフランス語？本物を知りたくて、どうしてもパリに行きたいんだ。ここいい？うん。優しい気持ちになる懐かしい人に会いに行く。私、今日が最後の授業なんだ。え？わし。素直にすごく嬉しかったですね。私自分が携われるんだと思って、すごく自分のこれからのキャリアの中でも本当に一つ自分の誇れる何かがまたできたのかなと思いました。この作中においていわゆるセリフというのが決まってなくて、その場で監督にこのシーンはこういうことがあってこういうことでこういう感情だからこういう感じだろうねっていうのを話し合いながらやって、実際こう何回かこういろんなパターンをやらせてもらって、その中で監督がこれどうかなみたいな、いいんじゃないかなって、その瞬間がすごく嬉しくて、自分の中で出したものの中で監督がいいと思ってくれたものがやっぱあるってなって OK 出してもらえるとすごく嬉しくて、本当に分かりやすい監督が分かりやすくすごく指示を出してくれるので、すごくやりやすかったですし、その中で僕も何か一番いいベストを探しながらやってたので、すごく楽しかったですね。授業終わった後の自販機の前で相手役の彼女と初めて喋るっていうシーンがあるんですけど、そこが何かこう結構自分の中で難しくて、このショートムービー撮る中で表情メインだったり気持ちというのがもちろん全部ですけど、その中でも唯一というかセリフがちゃんとあるので、その中でもなんか自分の表現というのがちょっと少し難しかったなっていうのがありましたね。
ショートムービーでも描かれてるようなこういう偶然の再会とかもそうですし、まあ、自分が思う理想的な出会いだと例えば複数で男友達と遊んでる時に僕が仲良い男友達とかが一緒に遊ぼうとか言って連れてきた人とかと仲良くなるというのとかは現実的で一番理想かなって、そこでやっぱり自然と仲良くそのメンバーで遊んでたりしていくと仲良くなっていくかなと思うのでが理想ですかね。普段から趣味でサウナに行くことが結構好きでして、本場のサウナに行ってみたいので僕はフィンランドに行ってみたくて、ヘルシンキっていう場所に大きいテントサウナみたいなサウナ場所があって、そこから水風呂に入るんですけど、それがバルト海かなんか海にそのまま入ってもうその場でこう外気浴をするみたいなのがあって、どんなものか分かんないですし、多分それが発祥なのか分かんないですけど、なんかいわゆる本場っていうのを味わってみたいのでフィンランドのヘルシンキに行ってみたいですね。本当に今年は僕の中で自分がこういうこのお仕事を始めた年でもありますし、まずそのデビューしたっていうのが自分の中で大きなチャレンジのスタートになりましたし、始めてまだ間もないんですけど、まあ、数はそんなに多くもないかもしれないですけど、デビューして半年ぐらいですかね、経たないぐらいなんですけど、まあ、作品にも携わらせてもらって、ドラマだったり広告だったりいろいろなジャンルでいろんなことを経験して成長をさせていただいているので、まず今年1年の中で僕の一番大きな出来事はデビューしたことですし、その中で本当にもう毎日毎日挑戦してたなっていう、もう毎日毎日自分が知らないことだらけですし、周りのスタッフさんとかいろんな人にすぐ聞いてましたし、聞かせてもらって、もう自分の中で毎日が挑戦でしたし、新発見をしてました。もう一個大きなことで言うと、自分が学生を卒業したっていうことでして、そこからいろいろと準備を重ねてデビューしたので、もう本当このことばかりな1年だったので、そうですね、それになりますかね、はい。やっぱりこう台本とか本を読む中でやっぱ活字がなかなかまだまだ読めないものもたくさん出てきて、意味が大体わかるけどちゃんと人に説明できるぐらいの意味わかんないなっていうものがたくさん出てくるので、本をたくさん読みたいなっていうのが僕の中の目標で、本を読むことによってまた台本の読解力も よりつくだろうし、活字ももっと読めるだろうしっていうのが自分の中のしたいチャレンジしたいこと。お仕事ではもう本当に今は本当何でもチャレンジしてみたいですね。もう自分がまだまだ知らない世界がたくさんあるので、その中でも自分がどういうことをしていきたいかっていう何か指標といいますか、自分の中の小さな軸が少しずつまた一歩ずつ出来上がりたいなって思いますね。ずっと見てきたシリーズだったので、見た人の背中を押せるような内容に毎回なっているのがとても素敵だなと思っていて、実は 3,4 年くらい前に一度オーディションを受けていたことがあったので、今回自分が出演させていただけるということがもうすごく嬉しかったですし、 JAL さんもコカ・コーラさんも歴史のあるブランドですので安心感がやっぱすごいので、今回携われてすごく光栄だなというふうに思っています。二人の距離がこうだんだん縮まっていくっていうお話なので、それをこの短い期間で1年2年くらいのお話をギュッとするっていうのは、距離感とか空気感みたいなのを作るのは大変だなって思ってたんですけど、実際菅生さんと一緒にやられてスタッフの皆さんとこう空気作りをさせていただいて、すごい楽しく撮影に臨めたのでよかったなっていうふうに思います。時間をいっぱい作っていただいて、こう気持ちを作って、なんかやっぱ空港というその
非日常的な空間の中で不安と期待とっていうすごい複雑な感情の中で彼が現れるっていうシーンなので、こう揺れる気持ちみたいなのを表現する時間を監督にも作っていただいて臨めたのでよかったなと思います。まあ、最初いろんなパターンがあって、いろいろ試してみたんですけど、菅生さんが本番で急にこう紙でポンとやられたので、なんかやっぱり今までと違うタッチというかキュンとしますね。優しいタッチだったので、結構ベタなものはキュンとしちゃうかなと。例えば本屋さんで手が触れ合ってみたいなのとか、なんかエレベーターに閉じ込められちゃうみたいなのとか、そういうキュンとしますね。なんかベタなもの。中学生の時に、あの当時まだ小学生の妹と初めて二人きりで飛行機に乗っておじいちゃんおばあちゃんに会いに行ったことがあるんですけど、それまではやっぱ親も一緒だったりしたので、初めて子供だけでっていうのにすごい不安だったしドキドキしてたんですけど、こう目的地の空港に着いた時におじいちゃんとおばあちゃんがもう最善で待っていてくれて、こうその姿見た時すごい安心して、その光景を今でもすごく覚えているので、なんかまあ旅の思い出というか私にとっての初めての大冒険だったというすごい記憶に濃い思い出ですね。ドキドキしましたね。でも妹はもう全然気にしないで、そのスープとか頼んだりしてなんかもうなんでそんなのんきでいられるのっていう、もうお姉ちゃんとしてはずっとドキドキしてました。憧れるのはヨーロッパですね。こうイタリアとかフランスもそうですし、スペインとか綺麗な街並みを歩きたいですし、あと生ハムが大好きなのでいろいろ食べ比べしてみたいなって思います。私海外行ったことがなくて、なのでなんか初めての海外にすごく憧れはあります。今年は1年間かけて、まあ、前半でいろいろ環境が変わったりもしたんですけど、ずっとこういうことがしてみたかったんだっていうことに、まあ、仕事でもプライベートでも漠然としたイメージの方にこう矢印が少し向いたかなっていう一年だったので、やってみたかったことにいろいろ挑戦できた一年だなっていうふうに感じています。私学生時代茶道部に所属していてやってたんですけども、それを今年大人になってから茶道教室に入りまして、こう続けたいなって思ってたことにようやく挑戦できたなって思ってます。仕事もプライベートももっと充実させたいですし、もっと時間をかけてじっくりと向き合える作品にも出会えたらいいなって思っているのと、25歳になる年なので、こう30歳に向けて動き出す年になるので、なんかまた新しいこと挑戦したいですし、心機一転滝行とかしてみたいなって思ってます、うん